吉さん、今日はちなみに何の撮影ですか？初めての試みなんですけど、この間のナバジャパンの選手で明るい髪で輝いてた3人を選抜してスポーツモデルを広めるためのかっこいい写真を撮りたいなと思って、撮影してくれる福美さんも DM から連絡くださって、この間初めて撮影させてもらって、結構筋肉を専門に撮影を普段からされてるんで、こう陰影とかをこうかっこよく撮ってくれて、筋肉を撮るプロフェッショナルの人と、まあ、撮られる側の僕らがこういいムーブメントが起こせるよう なんか撮影ができたらいいなと思って、これからなんかそういう撮影っていうのをこう何回かしていって、今のナバのスポーツモデルのかっこよさっていうのをもっとこう世の中に知ってもらう活動をしていきたいなと、その第一歩目みたいな感じですね。緊張してると思う。あとちょっとインタビューしたいと思います。マサルと申します。よろしくお願いします。お願いします。自分は、ナバジャパンのトールクラスで3位という結果をいただきました。はい、大会の方を見てみて、ボディメイクの素晴らしさというか楽しさ、あとは難しさというか、スポーツモデルっていうのは他のボディービルとはこう違って、究極に絞り込むようなスポーツになってくるんで、まあ、初めての減量だったんですけども、結構苦戦したというか、まあ、減量結構辛かったんですけども、そこを乗り切った先の景色っていうか、まあ、そこがやっぱりステージはすごい楽しかったなというのはあります。はい、今日の撮影頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお疲れ様です。ナバ初ですか？ナバ初ですね。 NPCJ に出て1位取ることができて、結構自信がついてたんですけど、そこからのナバだったので、そのなんていうか結構自信があったというか、で当日裏でさっきインタビューしてた本春野さんがいて、マジで焦ったって感じで終わったと思いました。でも自分の世界に入ってステージを楽しむことができたんで良かったです。ですからナバのまた良さっていうか、はい、また違ったステージングだとかあると思います。いや、ナバの良さはもうライティングと音響と、あと出てくる選手のレベルの高さだと思います。みんな極限まで絞ってくるので、本当に男の勝負って感じでしたね。じゃあ今日は頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。本春野と申します。よろしくお願いします。アマ時代から負けなしでプロになった。負けなしそうですね、こういう形でプロにさせていただきました。本当に光栄です。ありがとうございます。まあ、僕がもともと体作りをしてきた目的とかっていうのも、本当にスポーツモデルの美しいとされるこう造形っていうところを目指して作ってきたので、体作りを通してすごい自分に自信を持っていただける競技だと思いますし、すごい自分をこう最大限にアピールできるのがこうスポーツモデルっていう競技だと思いますので、スポーツモデルを通してこう皆さんにかっこよくなっていただきたいっていうふうに僕は思いますし、自分ももっともっとかっこよくなっていきたいなっていうふうに思ってます。チャンピオンが靴忘れてきました。こういうとこあるんですよね。本当すみませんでした。本当申し訳ないでしょ。これです、これです。革靴持ってこいなんて言ってないんだ。スタジオ来て一番めちゃめちゃ緊張されてます。あ、そうですよね。でも自分だけ多分年齢がこの中で一番下だっていうのもあって、あ、偉大な先輩方っていうのもあるんでちょっと緊張しちゃうんです。まあ、だんだん慣れてきて結構決まってましたね。いい感じに慣れてきました。まあ、そうですね。ちょっとだんだん楽しくなってきました。はい、20歳です。20歳。はい。20歳です。頑張ってます。ありがとうございます。頑張ってください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。決まってきましたね。いや、ありがとうございます。いや、もうユースさんを見てなんとか真似してって感じですね。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。靴が。そうですね。
ちゃくちゃ油汗かきました、本当に。本当にめっちゃ構図に困ってましたね。そうですね、僕のせいでもう皆様にご迷惑をおかけして本当に申し訳ございませんでした。失礼しました。いい感じです。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。questo caos mi mette in paranoia sto per pazzonghera secondo me スポーツモデルをもっと広めたいっていうのがあるんで、やっぱフィジークとかに比べてスポーツモデルってまだ広まってないというか、フィジークの方がやっぱ出る選手も絶対多いんで、フィジークを超えるぐらいにしたいんで、ユースさんを見てスポーツモデル目指すって方めっちゃ多いと思うんで、そうなれるようにオフの時も常にかっこいい体で居続けたいと思いました。いいねいいね。やっぱいくらこうかっても能力あっても表に出たりブランディングしないと影響を与えられないですし、そのきっかけとしてこの撮影機会いただいてより広まると思うので、まあ、それに参加できてすごい幸せですね。まあ、僕の今後の使命としてやっぱりスポーツモデルを広めていかなければいけないっていうところの思いはすごいあったんですけど、まだ影響力は僕は全然ないっていうのを思っていたので、その時にちょうどこうリュウさんからこういうお話をいただいて、まあ、自分自身がこうスポーツモデルを広めていくためにすごいいい機会をいただいたなと思ったので、もう2つ返事で参加させてくださいとお返事したんですけど、周りにこうかっこいい選手がすごいいるっていうこと自体が僕自身がこうスポーツモデルとしてあり続けるためのモチベーションになりますし、こういう人たちが集まることが広めていくためによりこういい影響を与えるんじゃないかなって思ったのも今日撮影参加してすごい強く思ったので、まあ、今後とも、まあ、もっといろんな選手とかを交えてこうスポーツモデルのかっこよさをさらにいい形で広めていけたらなっていうふうに思ってます。お疲れ様です。すげえ、お疲れ様です。大丈夫ですか、あのこの、あの放浪者みたいなやつ紹介入れときますか。ちょいちょいあの映る金髪誰なんなんないっすか。番組上なんかちょっと寝るな、すげえ、なんかこうもうちょっとこうだね指示出してる人いたけど一番ちっちゃいの一番偉そうだからコメントで来る可能性あるからね。押してねえじゃん。やっぱ一人でさ盛り上げって言っててもさ、やっぱなんかなかなか難しいと思うね。やっぱこうかっこいいやつとか輝いてる選手が何人もいて、そいつらがいい勝負してて、そこにドラマがあって初めて人感動するわけじゃない。確かに。なんかそこになんか行き着くためにはやっぱレベルの高いメンバーでこう切磋琢磨、ライバルを持って日本のレベル上げていかないと、まあコリアに勝ちたいってもなかなか勝てないじゃん、レベル相当高いから。俺らは、まあ、コリアの真似事するんじゃなくて、コリアの格好良さを追求して、なんかこう本当に戦えるレベルになった時にコリアと戦おうぜみたいな、うん、そういうかっこいいのがあります。確かにかっこいいっすね。一番若手のもん。そうですね、13個違うの。どの回の。そうね、勉強できます。そう考えたら俺ら20歳の子が出てきちゃってさ、こんなレベル高くなっちゃってスポーツモデルの未来すげえな。うちはこれから20歳と戦わなきゃいけない。つらいよつらいよつらいよね。この世界分かってほしいよね。だけどなんでそこまでするのってなるんだよね。金もらえるわけでもなく。何のためにやってるんですか。目標立ててこう努力して達成した時の達成感を味わいたい。誰のためにもならないですけど、達成感のためにやってるかもしれない。何のためにやってるんですか。自分は憧れからやっぱり業界にスターになりたくて、そのために名誉を持っているものになりました。そこを乗り越えないと利益を得られるようにならないかな。この競技をやってるのは、まあ、僕が体作りをしてきた目的とママの評価される体つきっていうのが似てて、僕自身がこうやってきたことっていうのがちゃんと評価されるのかな、間違ってなかったっていうのを試したかったっていうところが、僕の中でトレーニングをやって常に毎年自分をかっこよくしていくためにやってるんですけど、それを毎年ちゃんとどう評価されるのかなっていうのを大会に出てくるんですよ。常に
スを評価してもらえるじゃないですか。それちょっと近いものは俺もあるな。やっぱなんかサマスタとか、まあ、いろんな大会とか出てて、一番じゃあかっこいいのは何なんだってなった時に、コリアのナバにたどり着いて、それがその次の年ぐらいに日本に来ると思って、どうかこれはもう俺のために来るみたいな感覚で、ナバジャパンで初っ端出たから、もうすごさはちょっと異常だけど、なんかさっき言ったみたいに、やっぱまだフィジークの方が全然さ、やっぱ知名度もあるし、人気もあるし、そこはなんか、はい、じゃあ今日初めましてのメンバーだったけど、なんか全然知らなかったけど、性格とか、なんか今日撮影してこうやって話してみて、トップに来るような強い選手ってやっぱ芯がしっかりしてて、俺は性格とかトータル的に含めて好きだなって思ったから、改めてまたこのメンバーで撮影もしたいし、またこの生のスポーツモデルを盛り上げていきたいので、ちょっと一緒に頑張っていきましょう。お願いします。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。